それぐらいか。そう。ちょっと低いですね。あ、ライブが始まります。うん、はい、始まりました。あ、ほのかさん、あ、いいですよ。設定してもらっても。うん。うん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は、おはようございます。今日は、いつも、まあ、いつもって言ってもまだ2回ぐらいしか配信、あれ ?2 回したかな?あ、2回目か。かな?ちょっとまあいつも夜、やることが多いんですけど、今日は、お一人、バリ島から、配信をしていただいているので、ちょっと私の配信にしてみました。今日はよろしくお願いします。お願いします。大丈夫かな。おはようございます。よろしくお願いします。あら、止まっているかな。大丈夫かな。あれ、見えてますか。止まってる。どうだろう。どうやっても見えてますか。分かった、上なんだ。試して丸分かり。ほのかさん、バリ島は結構あれですか。バリ島はもうだいぶ、基本どんな感じですか。基本もう15年、もう、15年は住んでる。20年。基本、ごめんなさい。15年、ずっともうバリにいらっしゃるんですね。あ、すいません。私だけ、ごめんなさい。私だけ消えちゃいました、はい。ごめんなさい、ね。行けた。あ、大丈夫です。プールも見えて。あ、すいませんでした。私思いっきり今の状態映ってたってこと？まあいいや。多分ね、映ってた。ごめん、すごい一生懸命椅子を動かしてたの。私がね、いや、Wi-Fi の環境が悪いのかな。ごめんなさい。ちょっとね、たまに私がちょっと前回もいなくなることがあったんですけど、で、今日はちょっとお願いします。で、それお願いします。で、私からちょっとお二人をご紹介してもいいんですけれど、まあちょっとどんなお仕事をされているかっていうことも含めて、ちょっとご説明していただきたいなと思っていて、もともと、簡単にお話しすると、あずささんは、私のちょっと、お友達が、PR をちょっとやることがきっかけで、この商品をご紹介していただいて、私がちょっとこちらの商品を使って、本当にちょっとなんていうのかな、香りもいいし、まあちょっと商品もものすごくいいので、まあちょっと、あずささんもちょっと面白い、根っこがすごいパンクの方なので、ちょっと今日話を伺いたいなっていうふうに思ってるのが一点と、ほのかさんは、今バリ島に住んでらっしゃるんですけど、またここのバリ島に住むまでの間にものすごくいろいろな経験をされて今に至っている方で、またほのかさんもまたものすごい面白い人生を歩んでる方なので、ちょっとやってるお仕事もそうだし、あとはその生きてきたこの今までのそのなんていうの、いろんな選択がある中で今に至っているっていうところも含めてお話を伺えたらなと思ってます。お願いします。じゃあ、あずささんからいいですか、ご紹介。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。アネルズあずさんと申します。はい。ミカさんと出会って、ミカさんと同じ年っていうこともあって、すごくこう、あ、こういう方が、すごいこういうふうにやられてるんだなって最初に会いしたときに、すごい衝撃で、すごいミカさんのエネルギーが活発で、こう、すごい前に出てくるのですごいなと思っていて、いやいやいや、こちらこそ
私は今は、株式会社ブルーインクという会社をしているんですけれども、もともと9年で2000年までに行って、勉強して、アロマセラピーということをちょっと勉強してきました。で、自分の専門としては、妊産婦、ベビーケア、あとは妊娠中のケア、分娩のケアというところで香りを使うというところをやっているんですけれども、後ろにあるような精油ですね、アロマセラピーオイルというもののオーガニックの認証を持っている、なんとなくオーガニックとかではなくて畑からしっかりと管理されているオーガニックのものを2000年から、まあ、原料で買い付けをしたり輸入を始めていて、で今年で20年目になります。ちょうど、活動も日本に来てからは20年目ということになります。で、こういった精油を皆さんにお分けしたり、あと北海道に今工場がありまして、この後ろにある認証のスキンケアといって、査察を受けて、ちゃんと中身がはっきりしてるよ、なんとなくとか実証ではなくて、しっかりと第三者機関の、査察があるもので、毎年マルサみたいにいらっしゃるんですけど、ファイルで毎年なんですね。毎年1回オーストラリアから来るんですけど、そのたんびに英語のファイル、まあ、いくつかファイルがあって、それをクリアしないと、要はどういった査察かっていうと、原料を農家から買って、途中で薄めたりして出すと量が増えますよね。うん、要は100のものを100で買ってきて、うんうん、薄めて、香りとかフレグランスみたいに薄めて200とか300にして出すと、なっていて、原料として、そのまますごい音がしてる。ごめん。やっぱりごめん。めっちゃ生活が触れててすいません。大丈夫。ごめんなさい。薄めて出すと、今日は農家から買ってきたものそのものが出ないってことになるので、調べがあるときは、農家から買った量と、お客様に出す量が全部一気通貫で一緒かどうかの全ての書類を一気通貫で調べられるんですね。そうか、そうか。そうなんです。なので、薄めたりとか、誰か何かを加えたりということは許されないことなので、今の時代だと、本当に認証を受けているオーガニックのものっていうのは、中は疑いないぐらいちゃんとしてるとは思うんですけど、まあ、そういったことをやったりですとか、あとは現場でセラピーワークをさせていただいたりで、自分の専門としては、今はもうとにかく女性のライフスタイル、ティーネイジャーから、更年期障害までの、あと妊娠を経験したり、不妊を経験したり、流産を経験したり、メンタル的な問題を経験したりっていう方たちのケアをとにかくしたいので、テーマとしては女性心身、女性心身っていうところですね。で、今46なんですけど、2年前ですね。2年前にちょっと自分の経験を含めてある程度整えていきたいなというふうに考えて、2年前に、大学の医学部を受験して、今、産婦人科、医学部の産婦人科の博士課程の3、やっと3年生になりました。めっちゃ不良学生なんで。働きながらですか？あ、そうです。もちろんですよね。すごいよね。香りを通して女性のメンタルとか心身がどう変わるかっていうのを産婦人科の方で研究課題としてやらせていただいているんですけど、美香さんにお話しした通り、もともとこういう畑の人間ではなくて、大学まではもう運動しかしていなかったので、もともとは体育学部を卒業しています。いや、なんか国体みたいなね、なんかそういうレベルのスーパースポーツ少女だったらしいんですよね。ね、テニスだったっけ。そうです、テニスかなんかね。そうです、高校の時にインターハイを出て、で大学は国体と全日本でちょっとやらせていただいて、私が高校3年生の時に1年生が杉山愛さんがいて、で、インターハイ優勝されてた世代で、上田伊達公子さんなので、もうすぐやめた方がいいっていう世代だったので、もう私はもう絶対にこの道ではないなって現役の時もいたので、なんかさまざまなことを考えて、ただラッキーだったのが、スポーツのメンタルケアでメンタルトレーニングを受けている中でこの香りを知ったんです。なので、
なんとなくフレグランスとかファッションっていうことだけではなく、その自分のその勝敗、勝負の勝敗に関わるメンタルケアで精油を使うことになって、先輩が研究していて、それがもう95年、1995年、96年の時点で、嗅覚から入る香りがどれだけ人の心と体を変えるかって研究していた先輩がいて、うん、で私はそっちをやりたいって思って、しかも女性のサポートをしたいっていう強く思って、うん、で今ずっとそこを突き進んで20、そこから数えると24年ぐらい経ってるんですけど、うん、で今も地道にそういったことに携わりたいなと思う方に教育を行ったりとか、あの派手な仕事じゃないので、すごく1対1のすごく地味な仕事なんですけど、うん、なんか心を大切にするっていうことで、やっぱりこう物の価値っていうのは見えるものだけじゃなくて、うんうん、正解が全てあるわけではなくて、心次第で結構いろんなことが変わるってことをもう目の当たりにしてきて、なんかそこをこれからも追求していけないかなと思って今は活動しています。一個質問させてもらっていいですか？はい。そう、女性に特化してるって、なんかそういう、なんかこう、転機みたいな、そういうこう、まあもちろん出産とか、さっきほど息子さんにお会いさせてもらってたんですけど、うん、そういうなんかあったんですか？ですね、これはもう小さい頃から、うん、もう物心、小学校1年生ぐらいからなんですけど、もういないんです、もう亡くなってるんですけど、父が13床の小さい産婦人科を一人で運営してまして、産婦人科医だったんです。で、その家のすぐ横にその13床の病院があって、父がその病院と廊下がつながっていて24時間行ったり来たりしていたんですね。なので私は幼少の時から父と出かけた記憶が1回しかなくて、父はもう全て女性の出産にもう人生を捧げたような感じで、産婦人科に行ってから1万3000人以上の赤ちゃんを出産でをしてるんですけど、その活動を見てる時に、小学校の時から給食の配膳もおじさんとおばさんとかが一緒にやっていたので、なんかこう持ってったりとか、あとまだその当時、私が小学校1年の時は布おむつが主流だったので、何がですか？布おむつです。あ、布おむつね。布おむつを結構使っていたんです、病院の中でも昔。あ、うんうんうん、なので、うん、布おむつってシーツみたいに洗濯されてからバーンってシーツみたいにただ届けられるだけなので、あれ一個一個こう布おむつとして折って、うん、手で折り紙みたいに持っていたんですけど、覚えてる、なんか子供の時そうだったの、ね、うん、覚えてる、私もそうだった。お、ね、折らされてた、いとことかの子供の、うんうん、それはね、病院で使う分を手伝っていたんですね。で、なので24時間四六時中、赤ちゃんの声とかお母さんの出入りをずっと見ていたので、あ、なんかわかる気がする。うん、女性って大変だなって。で、自分が生理来るようになって、実は運動していたので、高校と大学時代に競技に、競技にこう当たらないようにずっと生理を止めていたんです。なので、生理を止めている時間がすごく長くて、薬を服用していたり、あと増血剤を打っていたりっていう時期があったんです。で、そういったことを感じながら、あ、女性ってライフスタイルの中でたくさんのホルモンバランスの転機もあって、メンタルのチェンジもあって、こんなに大変なライフスタイルを送る種類っていうか、まあ女性って大変だって、やっぱり日に日にこう年齢を追って思うようになった時に、父が女性のために、女性のために働く仕事は素晴らしいっていつも言っていたので、それがおそらくすごく影響しているんだとは思います。あ、すごいセンス、うんうんうん、そこだと面白いですよね。でもなんか本当そこで、例えばじゃあそのもちろんそのスポーツをね、もしもし、はい、聞こえますか？はい、聞こえます、声聞こえます、うん、うん、あ、聞こえる、 OKOKOK、 どうぞどうぞあ、私が今質問しようって、うーん、うんうん、どうぞ。いやいや、なんかそういうこう身に染みて、こうなんて言うだろう、
自分で本当体で全部で感じて今やることにつながってるって、うん、なんかそういう一人一人皆さんあるじゃないですか、うん、こう今やってる意味みたいな、でもなんか特に、うん、そうそうやった身体的なものとかこう外的な影響もそうなんですけど、実はこうまあ細かくはなかなかね一個一個言えないんですけど、かなりメンタル的に傷ついたりとか、うん、そのすごくタフな時期とかなんか辛いなって思うことを実はその本当にいろんな実はきっかけがあって、小学校の時からなんかちょっと変なませた大人みたいな感じ、変にこういろいろ心で考える時間が多くて、留学してる時も結構こもって自分ですごい考える時間が あったりとか、なんか心って人をいろんな風に持っていってしまうなって、うん、気分によって着る服とかつけるものも変わるじゃないですか、うん、なんか心って全てのこう一つのやっぱり軸で、そこが健康かどうかっていうところって人の基準違いますけど、だけどその人にとっていい状態っていうのを一人一人こう一緒に寄り添うっていうのは、一人一人でいいので寄り添うっていう、いっぱいの人は無理だと思うんです、うん、だから少しでもそこにお役に立てる仕事ができればいいなって地道にやってる感じです。まあ、全ての仕事地道ですよね、うん、いやあのね地味ですよね結局ね、うん、地味結果地味、ね、すごい地味、出してようと思っても、そうそう、いやそれも私の仕事もそうだし、まあもちろんそのね、ほのこさんも地味だよね、うん、私毎日そう、いやほのこさんはね、要はまあお家がまあバリ島で、多分今見ていらっしゃる方も、えなんでバリ島でジュエリーなんだろうと思う方もいらっしゃると思うんですけど、ほのこさんも経歴をちょっとじゃあご説明してもらって、なんか私そんななんかきちっと系列を言える最初に繋がった感じ、ミカちゃんが言ってくれた方がいいのかな。私は大学もう本当子供の時から馬に乗ってて、それこそ同じ国体に行くぐらいスポーツ少女だったんですけど、でまあもう本当馬のいいの馬の医者、うん、北海道だからずっと高校、中学高校北海道に行き来しながら、うん、牧場でずっとアルバイトをし、もうそう、ほんでまあ馬だけを見ながら考えながら馬の医者になりたくて、うん、20歳ぐらいまで行き、そこででも大学に獣医に入ったんだけど、獣医大学に入ったんだけど、挫折をしてしまい、それからもう本当、なんていうんですか、もう放浪というか、いろんなバックパッカーでリュックサック背負って、そう、自分がやりたいことを見つけて、結局最終、今は、その時に見つけた石、エメラルド原石で今ジュエリーを作ってるんですけど、なんかそういう天気とかなかったのかな、ない感じ、なんか本当第六感に進められるがまに、生きてきた感じです。なんかでもほのかさんのあのエメラルドって、まあ、はい、発見してるとすごくこう、なんていうんですか、人工的に磨かれてるとかじゃなくて、本当にこう、なんでしょう、私は写真から拝見するそのほのかさんが挙げてらっしゃるそのエメラルドの姿が、こう、いろんな表情をしているじゃないですか。はいはい、原石っていうのってこう、普通皆さん一般の方って宝石ってこう磨かれてなんぼみたいな人もいると思うんですけど、はい、そうじゃなくてこう、なんでしょう、自然のそのままの姿のなんか持ってるこう走ってるものとか、うん、そのままの姿のその力っていうのがすごくこう、なんかなんて作られた感じじゃなくて出てきてる感じを印象ですごく写真で受けるんですよ。 ありがとうございます。まさしくそうで、いや結局ずっと二十歳からコロンビアの山入って、でそれをまあ初めもともと磨いて
業者さんに納めるっていう仕事を会社員としてやってたんですけど、でそれやってその後まあ作り始めて自分でやってるんですけど、いや未だになんでカットしなきゃいけないんだろうっていう、今 99% のエメラルドの市場ってカットして出すんですけど、未だに本当原石の方が、原石でなんでいけないのっていうのは、うん、原石がかっこいいと思って。そうですよね、はい、なんかほのかさんってなんであの宝石のその輝きっていうか、もうとにかくエメラルドですけど、はい、なんでその気持ちがそこにバーっていったんですか。エメラルドのこの輝きというか、その持っているエネルギーに惹かれたというか。エメラルドって出た時からもうあのまま六角柱であの状態なんですよ。他の石って、まあ、ダイヤモンドもルビーもサファイアもそうなんですけど、出た時の原石ってそんなにこう、なんていうんですか、そのままちょっと石ころっぽいというか、まあ、それもいいんですけど、エメラルド原石の姿に、うん、入れるって掘るんですよね、ほのかさんも。入ります。入る時もあるし、そのままいろいろです。もう石が手に入るところに行くっていう感じです。原石のその自分、面白いものが出てるってところに行くっていう。ですよね。それってこう、うん、山に入ったりとかするこう抵抗感は全くないんですもんね。いやだから逆にね、さっきのあずさんのさんのお話聞いてて、私ってあんまり女を意識して生きてきてないんですよ。いや、そんな、いや本当に、いやもちろん思春期でボーイフレンドができた時とかはありました。でも、うん、それと出産の時、それと今の48歳のやっぱりちょっとホルモンバランスの揺れの今3回目ぐらいかな。あんまりそういう、結構本当私無自覚に生きてんですよね。いやでももうこう少しこうほのかさんとこういうふうに感じるだけでも、いやほのかさんは見た目とか活動的にはそうかもしれないと思うんですけど、はい、本当に多分すごく女性らしい面をあの奥底にすっごいしっかり持ってらっしゃる気がします。うん、なのでその女性としての強さっていうか、女性としてっていうところはこう、うん、女性している雰囲気で見せているんではなくて、その女性が持っている強さとか女性らしさっていうのはすごい感じるので、うん、いやもう全然あの多分ご自身ではねそんなことないと思うかもしれないですけど、いやすごく女性がそこら辺のね、なんかあれって思う感じの、状態ではなくて、本当に女性らしいんじゃないかなと思ってて、でも山に入られたりとか、その原石、もともとその山に入ってエメラルドをこう見つけるきっかけって、なんか絶対ありましたよね、人とか。もともとはあれです。お仕事そうです、本当にあの普通 の, あのサラリーマンって、なんていうんだろう、就職して会社に。でそこの会社にこう派遣っていうか、こうなんていうんだろう、バイヤーとして生かされたって感じです。なんか私たちもこう植物でいろんな畑があって、多分もしかしたら原石もそうだと思うんですけど、すべ、うん、ての原料が同じレベルじゃないというか、今例えば一つの香りがあっても、はい、様々な農家があって、農家によって全然質が違うんですよね。なので、どこのものかすごく重要で、だから場所とかこう選ばれるの大変だろうってかなっていうか、決められてるのかもしれないですけど、いやなんかこういろんな、いやもう人のコネクションだけ、人のコネクション、そうです、もうコネクションで情報で行くっていう。ですよね、じゃあ一緒なんですよね、自然物ってそういうことですよね。そうですね、一緒です。いやだって畑一緒でも、だって野菜作ってたも一緒ですよね。もうここで終わるのにこっちでできないとか、もう対抗できないですよね。いやだから、うん、いい農家をどう探すかですもんね。ミカさん、おかえりなさい。おかえりなさい。私が出入りしちゃって大丈夫ですか。うん、いや私のすみません、なんかねコネクションがこうなんですけど、すみませんでした。なんかねちょっと途中切れちゃうんですけど、無視して進めてください。
あ、ほのかさん、んあのごめん、なんかあのいろいろアジョさんが、あの話終わってますよね、はい、もうね、はい、アジョさんがいろいろ質問してくださって、はい、いつもなんかまとえない、経歴が言えないからいや、なんかね、やっぱり面白いですよね、すごいなと思って、うん、うん、いやだから、まなんか前にね、そのにお寿司みたいなんですけど、このミカさんの調子が悪そうです。コロンビアでしたっけそうです、そう、私、そう、コロンビア、なんかコロンビアの山男たちと一緒にね、普通に女性一人、そう、続け、うん、そう、聞こえます、ごめんなさいね、うん、聞こえだした、本当に、うん、あ、大丈夫、あ、よかったよかった、うん、今聞こえるようになった、安定したら、あ、よかったです、また、そう、なんかそんな男、山男の中、女の人一人でね、私だったらなんかちょっと心配になるんですけど、それをちょっと質問したんですよ。でもそんな男だらけのところに女の人一人でね、うん、日本人でか弱き日本人女性が、大丈夫だったんですかって、そういうふうな危険かもって思わなかったんですかって私聞いたことありますよね。うん。そしたら、いや、全然平気だよって。いや、あるけど、なんだろう、私、うん、今回の何て言うんですか、この小さなものを見るっていう、自分に一体何のセンスが、うん、一番その五感の中で、視覚聴覚、うん、ね、うん、の五感の中で何が、私やっぱり六感なんですよ。うんうんうん、アツさんこの間の打ち合わせの時では嗅覚とおっしゃったじゃないですか、うんうん、私六感の人で、うん、でこの辺にも目がついてんですよ、うんうんうん、だからこうなんとなく危険の察知とか、うん、この人大丈夫とか、うん、そう、すごいそこの線引きがすごく、うん、なんて言うんだろう、もう自然に動物的にあるんですよね。いや、だから危険察知能力とか危機管理能力みたいなのが体にいろんなセンサーがあるっていうことですよね、うん、そうです、うん、ね、だからそんなに危険な思いはしたことないし、なんとなく空気、うん、なんとなく分かっちゃ、あ、ここ行ったらいけないとか、うんうんうん、まあこれって子供の時からそう、あ、じゃあずっとそうなんですね、うん、だから本当父親に無人島にキャンプ1ヶ月とか行くんですけど、うん、なんかその時に培われてるんだと思う、あ、目に見えないものとか、うん、感覚的なもの、うん、このなんて潮の流れでは泳いじゃいけないとかさ、この植物は食べちゃまずいとか、うんうん、あ、そこのその植物のレベルまでわかるんだ、なんとなんかわかる、うんうんうん、こうな、海で自分で食物あの取って食べなきゃいけないんだけど、うん、うちのキャンプって、うんうん、これは口に入れちゃダメとか、うんうんうん、へえ、まあでも確かになんだろう、あずささんもそうですけど、自然がなんだろうな、全部教えてくれてるっていう感じはちょっとあるんですかね。あの、植物を扱ってるあずささんもそうだし、その小さい時にね、大自然の中で生きてきて、うん、まあ、サバイブですよね。あの、サバイブしなくてもいい環境だけど、お父様だったりとかお母様の、まあ、ご教育で、サバイブする感覚みたいなものを、しっかりなんだろうな、もう本来持ってる能力を、もう全部使い切るような感覚をきっと多分教えられたっていうのはあるのかもですよね。なんか皆さんね、うん、第六感みんな多分、うん、本来人って、そういう能力ってみんな同じだけあるっていうじゃないですか。それをどう自分が人間として使うか、うん、そう、要はどのツールを使ってどういうふうに自分を生かしていくのかっていうことが、うん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 、私たちが本当はしなきゃいけないし、できる能力もあるしっていうところを、やっぱ小さい時にとか、まあ、そういう環境だったり、きちっと脳みそも細胞も含めて使う、自分がきちっとこの人間という体をきちっと操縦できるような何かしらのことっていうのは、そうか、できたら最高ですよね。うん、ねえ、なんかでも基本臆病なんだと思います。だからこう注意深く見てるっていうか、うん、基本臆病、うん、すごく臆病なので、うん、あずささんが臆病、すごい臆病です、うんうんうん、だから
なんか基本こう、あの香りとかもそうなんですけど、自分が使ってるものは人、うん、人を変える可能性があるイコール、ちょっと使い方間違うと毒になるんじゃないかって思ってる、うんうん、働くってことは毒になるってことなので、使いすぎると毒になるってことなので、うんうん、なので、うん、なんかほのかさんもそうかもしれないんですけど、うん、全てが安全と思ってないんだと思います。多分もう最初から危険がいっぱい、うん、もうあるのが当たり前で、だからすごい臆病っていうか、うんうん、私がすごくそういう意味では臆病だけども、うん、その臆病の中で何て言うかな、気になる中でこう、うん、使い方っていうのが適量であればものすごくよく働く、もしくはものすごくよくあの変化するんだってことを信じているので、なので、うん、植物を使うときは皆さんに言うのは、全てが安全ではないっていう、ね、その植物は間違った使い方をすると危険になるっていうことは常には言ってるんですけど、うん、でもそれを克服していくのって日々勉強しかないですよね。そうなんです、学び、そう、うん、結局だから地味なんですよ。そうだね、地味ですよね。なんかテーマがちょっと地味が大事なんですよ。そう、でもその臆病なのを、地道だもんね、うん、だって怖いじゃん、何をトライするにしても何かをするので、うん、あと地味にやることって寂しいですよね。寂しい、うん、なんか人に言えなかったりとかもするし、うんうん、そう、孤独ですよね、うん、すごい孤独でもそう見えないからすごくまた辛いみたいな。いやだってね、うん、日々なんて言うんだろう、いろいろ更新していかなきゃいけないっていうか、まあもちろんその香りもそうで、植物のことも、植物は何人も昔から何百年も変わってないけれども、それをどうするか、その自分たちの環境が変わってきてるから、それにやっぱり順応させたためには、植物のことだけ勉強してもダメだし、その社会も含めて一緒にこう情報をあの取りながら進めていかなきゃいけないって、やっぱ時代によって流行り病みたいなものも違いますもんね。そうなんです、うん、確かに現代に合わせなきゃいけないっていうところあります。うん、ですよね。変えるべきことを変えなくていいことと、のうまあ、誰も教えてくれないっていうか、うん、だからまあその勉強し続けないと本当誤った判断になってってしまうっていう、なんか怖いですね、やっぱり。だからそういう意味では臆病だと思います、うん、でもそう、確かに。でもこのあのあずささんのお仕事の場合は直感、もちろん直感も大事にされて、勉強もまあされて、ただなんだろうな、すごく私はこのあのあずささんって、その怖さみたいな臆病さって私からするとやっぱりすごく謙虚さみたいなものにつながると思って私は接してたんですけど、やっぱりその謙虚、お医者さんもそうだと思うんですけど、どこかでやっぱり怠慢になったり傲慢になっていくと、こう自分の勉強してきたことと、例えばその知識みたいなものって、あの傲慢になり、ちょっとこう押し付けることがあり、自分がこれをやってるんだから間違いないみたいな、あの判断にやっぱりどうしても、例えば先生と呼ばれる職業ももちろんそうですけど、そうなってた時に何か取り返しのつかないことになった時に、じゃあ彼らはどこまで、フォローアップしてくれるかっていうと、意外とそこはやりっぱなしで投げっぱなしで、ただやっぱり謙虚に石橋を叩きながらやっぱりやってくださると、こっちも準備をしながら、もしじゃあこうなった時にじゃあどう対応しようかっていうことを含めて一緒に考えていけるっていうのは、私これからあのとっても目に見えないものが大切になってくるっていう風な時代に入っていく中で、そういうちょっとしたその謙虚さと、あとはその危険だよっていうことをきちっと話をしてくれるってことは、本質的なものをきちっと話してくれた上で進めていくっていう、まあ医療もそうだし、こういう本能的に直結してるようなこともそうだし、まあ私の仕事も、ほのかさんの仕事もそうだと思うんですけど、だからすごい大切なことだなって私すごい思うんですよね。子どもたちにもそういう感覚は伝えていきたいですよね。なんかあのほのかさんの仕事も美香さんの仕事も、そのジュエリーだったりファッションだったりだと思うんですけど、多分お二人ともそこだけを見てほしいわけではなくて、うん、その奥にあるいろんなこう感覚とかメッセージもあるんだけれども、うん、なんかこうパッて人見た時、人が見た時はなんか表面だけを取ろうとする人って世の中にたくさんあると思うんですけど、うん、香りも一緒なんですけどね、そうじゃなくて、うん、
その目に見えるものだけが価値ではなくて、それを見て感じるものに価値が本当にあるんだって、うん、そのだからつるつる輝いてる宝石だけが価値があるわけじゃないって、うん、そう、ほのかさんのエメラルドを見て思ったりとか、うん、そのミカさんのスタイリストのそのスタイリングに関してもそのかっこいいだけがそこにメッセージがあるわけじゃないって、うん、そこに感じるその人のこう感覚っていうのが本当のそのかっこよさじゃないですか、うん、だからなんか子供たちって私たち大人がどういうふうにそれを伝えていけるかってすごい重要で、うん、なんか大人が謝ったりとか大人が真剣に子供に謝ることがあっていいと思うんですよね、うん、とか非を認めたりとか自分が間違ってることを隠すんじゃなくて、あ、本当にママが間違っていたってその子に向いて言えるってすごいことだと思って、うん、なんかそういうのとかだんだんでも薄れてる気がしてて、偉くなることがいいことじゃないわけで、うん、なんかこういろんなことを考えさせられますよね。だからほのかさんとかみかさんの活動を見てても価値ってこう見えるものだけじゃなくてっていうところがすごくやっぱりこう常に考えさせられるというか、ほのかさんのエメラルドを見てそう思ったんです本当に、うん、ありがとうございます。なんかそう思った、うん、価値ってそう、価値とかってやっぱり自分で選ぶものなんですよね、うん、やっぱ全てが自分から発信してて、そうやっぱりこれがいい、これが食べたい、これがかっこいい、これが気持ちいい、なんかもっとやっぱ忠実に、うんうん、この匂いが好き、これじゃないとダメ、なんかそこのバランスって難しいんですけど、自分のそのエゴイズムとの、その本当さっきの謙虚さと、うんうん、なんかこう未だにまだテーマですよね、テーマ日々。一瞬一瞬が、でもやっぱりその一人の、子として生まれてきてる以上は、うん、やっぱり自分、まあよく言う話ですけど、自分がやっぱりきちっと心もそうだし体もそうだし、結構健康でね、心も健康で、でやっぱりそれをすることで人に対しての豊かさは与えられたりとか、うん、提案ができたりっていうことはすごくするのかなと思っていて、やっぱりそのよく私今ね、最近エルのインスタのライブとかでユージ君って星を読むヒーラーの男性とお話しすることが本当最近多いんですけど、本当に自分を大切にするとか自分を一番に考える、要は自分は何が好きか、うん、何がやりたいか、うん、何が食べ、さっき言ったほのかさんが言って何が食べたいか、それがすごい大切なことで、それをやるかやらないかで大きくこの先が変わってくるみたいな、うん、でもそれ当然のことですよね。だからわがままとは違う、我がままになれって言ってますよね。わがままではなく、うん、我がまま、我がまま、でもそこの線引きが本当日々なんか難しい、うん、だからなんだろうな、うん、ね、そうですよね、うん、でもやっぱり私がっていうのではちょっと違うだろうし、うん、やっぱり周りも、まあ、見ながらもちろん、ただなんだろうな、私別に折れてもいいと思うんですよ。これがじゃあみんなで食べたいっていう時に、私はこれ食べたいでいければいいけど、うん、その日そんなに気分が何があって分からない時に、その中で私これが食べたいわっていう人がいたら、そういう時は別に合わせてもいいと思うんです、簡単なところで言うと。だから合わせることをしながら自分が食べたいものを食べるとか、自分やりたいことやる。ただ私の場合はスタイリストで、ほのかさんはジュエリーデザイナーで、相手、まあもちろん人ありきなんですけど、クリエーションに関してはほのかさんは石に向き合う、変えれない、ね、石に向き合うんですよね、うん、だってすごい長い間山の奥で土の中に埋まってきたものがポーンと表に出てきた時に、グリーン色の、あの原石が美しいまま発光していて、そうね、なんかそれが自分の意思、私を通ってるんだから、それが違う意思を反して世の中に出ちゃうってことは人に見られていく、ね、うん、だって出てから彼らはもう永遠に存在しなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、私その責任を背負わされてて、うんうんうん、そうで、それを人に聞いて合わすんじゃなくて、もうこれは私を通ってるんだから、もう私のエゴイズムで、うん、なんと世の中に出してやるしかないと思ってるんですよね。いや、うん、でもエゴなのか、うん、いやでもそれが多分物に対しての誠実さっていうことなんだと思います。私は
誠実であるというか、うん、結局その石と向き合って今までじゃあそのあのジュエリーのバイヤーやった時は大きい例えば原石で出てきて、うん、一番いいと言われるところだけを残してそれ以外はやっぱりその捨てられるというか同じ塊だったものも同じ山から出てきたものなのに売られるものと要は捨てられるものというか、うん、そこと線引きがあるときにほのかさんの中では全部一緒だよって結局輝いて、まあ、もちろん輝いてピカピカになってるエメラルドもエメラルドだけど、うん、こんなに六角錐でしたっけエメラルド六角柱六角柱、うん、あ六角柱で六角のこう筋みたいになってでかだってだから必ずその状態でしかも磨かなくても緑色の状態で出てくるんですよね。あのほぼなんかいろんなこう鉱物が混ざったりとかいろいろしながらね。ここに、うん、そうそれがあのそう本当に美しくてで他のねじゃあルビーとかダイヤとかね他もあるじゃないですか石がなんでそれじゃなかったの、うん、って言ったらあれ言っていいですか私。うんごめん言って。エメラルドほど面白い石がないって言ってたんですよ。うん、そう。いや他もやったよ他も見たよでもねつまんないのって言っていてそのためにその大学を辞めて2年間うろうろしてたのうんだって獣医になるべくが全く今違うお仕事ですもんねそうそう本当に好きなことは何なのかを見るため考えるためにものすごい、うんうん、ねなかなか普通にはできないけどなんか、うん、そうただやっぱりその、ほのかさんはやっぱりすごい私魅力的な人だなと思っているのは、常に自分に正直であろうってしているんですよね。自分が何を今求めてるのって。だからやっぱりその2年とか、なんか自分違うかもって思ったらそこにきちっと舵を切って、うん、自分自身に誠実に向け、まあ結構楽しいこともあるけど、結構辛いじゃないですか、答えが出るまで。だって絶対に、いや、楽しいことばかりじゃないから人生。ないですよね。食あれば楽あり、楽あれば食あり、ね、間違いなく ね、きついなみたいなこともありながらも、うん、でもやっぱりいろいろあの豊かさみたいなところにやっぱりこう向かって、まあ、だからバリーことができてるっていうのももしかしてあるのかなと思ってるんですよね、うんうん、ねそう好きなことというか好きなことじゃないんだよね続けられることかだから自分のこの第五感と私はプラス六感なんだけどに合うことを見つけるってやっぱり続けることとあと日々勉強と、うん、ほのかさんってあのエメラルドを誰に届けたいってこういつも思ったりしてます、うんうん、誰にこ要はこう自分のためにこう掘ってるのかそれともこうあ誰かです。うん、誰かというか、いや、誰かというか、見えない誰かなんですけど、うん、そういや、この石がどうあるべきか、うん、誰かの手に取ってほしいとか、うん、そういうのは考えてますよ。ごめん、それはない。あ、それはないんですね。そこじゃないんですって。そこじゃないんですよ。こうあるべきっていうので、でも、そこで完結できないんですよ、自分の中で。なんで販売っていうかその誰この人がつけてくれてるっていうのを見ないと次につながらなくて、うん、なんであの展覧会というかお店でショップでは販売全くしてなくてでその人がつけて私の中でそこのその石が完結するんですよ。なるほど。そう、まあでも、うん、でも誰かのためにですもんね、そこが。その人にハマって、こう、あーって形になるっていうところが完結だとしたら、どなたかに身につけていただくっていうところが、最後の完結ですね。でも、取った段階ではそれは全く浮かばないんですよ。その石のことしか考えてなくて。うんうん、デザインされるときに考えるんですか、うん、誰かのっていう。いや、うん、石もう取った瞬間。瞬間に。もう瞬間に、もうなんかこう、なんていうの形が出ちゃうんですよね。なるほど。すごい。あの 人ありきじゃないんですよね。石ありきなんですよね。石ありき。あずささん。で、あれ美香さんの声が聞こえなくなった。あ、聞こえますか。聞こえます。私聞こえてます。あ、聞こえる？ほのかさん聞こえますか美香さんの声。うん、聞こえる。あれ私。あれ？
のこさんの声は聞こえるけど、みこさんうん、聞こえるよ。え、あ、みこさん、私聞こえてますって。あれ、なんかね、たまになんかこの環境で、でも画面はね、見えてます。うん、のこさんの声がめちゃくちゃ聞こえる。あれ声でかい。いやいやいや、声聞こえます。声は普通に聞こえる。みこさんの声消えちゃった。なんでだろう。復活するかな、声。いろいろこういうハプニングがあるんですね。私このライブって実は初めてで、いや、はい、あのね、ほのかさんが一番安定してますよ。なぜか Wi-Fi が本当に、うん、だってほのかさん一番最初ほらあのお部屋に行った時はちょっと綺麗そうだったけど、うん、でも一番安定してる今ね、一番だからここに映ったんですけど、あささんね、一回出てまた入り直すといいかも。ああ、そうそうそう。ねえ。あささん、あ、じゃあ、この方聞こえますよ。うん、聞こえるよ。うんうんうん。そう、だからやっぱり、なんだろうな、やっぱり石とか、その最終、結局、あのほのかさんって、いろいろこの石が出たときにこうセッティングしようとか、こういうデザインにしようって、自分のその理由なくイメージが出るじゃないですか。うん、はい。理由なく。で、結局そこからセッティングして、で、人の手に渡るときも、要は人、その人を見て、おすすめするじゃないですか。で、うん、売り方っていうかな、この石がもらわれていく環境とか状況って、うん、その人に似合ってなければ似合ってないって言うもんね。似合ってないというか。だって似合ってなかったら、絶対につけてもらえないですもん。つけないもんね。そう、だからそこがすごい大事。そうなると、そう。やっぱり、うん。世の中に出す一人の生みの親として、うんうん、やっぱそれが幸せにならないのは私罰が当たる。うん、そう。それは、ね、自分の子供の代もいっちゃうもん。そうですよね。なんか、うん、さっきね、エメラルドのほのかさんがその石が発掘された時にデザインのイメージが理由なくもう出てくるか、ビジョンとして多分出てくるってことだと思うんですけど、その後いろいろ制作活動するじゃないですか。で、この間ね、一緒にポップアップとトークイベントを東京でやったんですけど、もうコロナの全然前ですけど。で、その時に、ほのかさんが、やっぱいろんなお客さんが初めての方も、顧客の方もいらっしゃる中で、私面白い進め方だなと思ったのが、似合わない人が手に取った時に、その人は直感的に何を思ったかわからないですけど、ほのかさんが似合わないなと思ったものは、その人に、いや、それじゃないわよって、こっちはとか、多分その人をより輝かせるという理由か、そのエメラルドがもらわれていく自分の子供のように感じているのか、つけなくなることが想像できる人には、うん、あ、後者ね、うん、つけなくなる、うん、ことが目に見えてわかるものは、もううちの子出せませんっていう、なんか多分そんな雰囲気なんですよね。でも、どうしても欲しいってなればもちろんつけるのかもですけど、でもやっぱりそこは制作者、普通のジュエリーデザイナー、うん、物を売ることを先行で考えている方ではないから、やっぱり何か物を売っていくっていう感じよりは、その人を見て直感的にこの石も喜ぶもらい先っていうのをきちっと常に見極めてるなっていう感じ、私の中ではすごいしていて、うん、そう、なんかすごい面白いなと思って、言われた方も普通だったらえーってなるのが、なんかほのかさんに言われると、確かに、でも私こっちの方が、いやでも本当こっちの方が絶対似合ってたみたいな、そこはすごく自信を、納得してないかなお客さん、いやなんかどういうの聞いちゃう、うん、結局そこで最終悩んだらみんな買わないで一回出るじゃないですか、うんうん、で結果考えてほのかさんに勧められたものをもう一回買いに来るじゃないですか、うん、だから多分そこなんだと思うんですよ。自分がなんとなくこれいつもの感覚でなんかこれなのかなっていう感覚でそれを持って、でほのかさんはやっぱそっちじゃないよ、でもやっぱり分かんない、その時選べない、だから一回帰って一回持ち帰って悩んで、やっぱり私ほのかさんに選んでもらってる方が自分にはすごく似合ってる気がするって、それで買ってかれるから、なんか面白いなと思って、だから人というよりやっぱりエメラルドももらわれていきたそうかどうかも感覚的にちょっとわかるんじゃないですか、その、いや私この人じゃないかもよ
ママみたいな。なんかそんな感じもしかしたら。なんだろう。なんかちょっと違うか。だって、この原石って、私たちよりも、ものすごい年数を、時代を経験してるじゃないですか。いろんな、だって私たちの人生なんて一瞬ですからね。そう。46億年だもん。そう。ちょんちょんが、だからやっぱそこをずっと、こう生きてきて、要は削られてなくなっててもいいようなものが今目の前にあるっていうことって、物質的なものだけで考えたら別にエメラルドでしょ、だけどそこにやっぱりストーリーを見つけた瞬間に、この持ってるこの同じエメラルドも価値が変わってくるじゃないですか、うん、すごいそれが私は重要なことだなと思っていて、だからそこから40何億年っていうストーリーをその石だけは持っていて、ほのかさんっていう人に出会い、それを世の中にこう出てくることによって、またそれを例えば私がそれを買わさってもらった場合に、こっからまた私のジュエリーのストーリーが始まっていくじゃないですか。私が男の子しかいないですけど、奥さんをもらった時に、亡くなる時にその子に手がの渡るのか、またその子がら本もね、だからそれをまた大切に、うん、また自分の子供ができた時にそれをやっぱりこう引き継いでいくっていうか、それが本当の本質的に本物だと、それが何代もその人のスタイルに合わせてストーリーがつないでいくっていうことってすごく大いにあると思っていて、うん、そのスタートラインにやっぱり立ってるほのかさんは、やっぱり誠実にそこに向き合うっていうスタートラインから始まるっていうのは、やっぱりその物ってやっぱり絶対にエネルギーっていうのが良くも悪くもあるよ、ね、うん、持っていて、うん、それが何分これからの時代顕著に多分出てくると思うんですよね。なんか気持ちいい、なんか好き、うん、そのなんかは多分言葉にできないかもしれないんですけど、うん、何かやっぱりこれって持ってると元気になるか、うん、いやラブでしょ、もう、ね、もうやっぱこう何愛おしい、うん、うん、そう、いやすごい大、もともとずっと大事なものだったと思うんですけど、こんなね、うん、何があろうと何であろうとすごい大切なものだったのが、より明確に本当に気づきとして大切にしなくてはいけないっていうことが、多分一人一人の中で感じ始めている人がすごく多いんじゃないかなって思ってるんですよね、うんうん、なんか本当今のこの引きこもりというか家から出ないって、うん、なんかその本質をすごく、うんうん、なんか突きつけられる。で向き合うのって正直自分と人と話してることとか、何か物を見ながら無意識で何か楽しむってことって楽ちんじゃないですか、うん、で一人でやっぱり孤独というか、まあ、一人で何かを考えなきゃいけないことって、自分と向き合うことって正直きついことですよね、ものすごく、うんうんうん、今まで自分がね、自分がやってきたことを否定するようなことが頭に浮かぶかもしれないし、この先の不安みたいなことを自分はどう乗り越えていくかっていうことも、じゃあコロナっていうものに対して、じゃあどういう意識を自分は持たなきゃいけないかとか、じゃあどういうふうに、じゃあコロナの後周りの人に迷惑かけないようになのか、自分がどういうことを世の中に対して還元できる自分は能力があるのかとか、多分細かいことで言うとものすごい考えることってたくさんあると思うんですよね。でもそれをやっぱ向き合うのって、そういう仕事をしてきた私たちでもきついじゃないですか。やっぱり立ち止まって見つめ直すって、うん、でもそうしないと何も見つからない、うんうん、でもこれは絶対にしなきゃ、まあ、絶対にっていうか、することをしていかないと、人間に生まれた以上は考える、体を動かすこと含めてこれだけの能力をやっぱりもらえてる動物としては、そこはやっぱり誠実にきつかろう何かろうですけど、やらないとやっぱりいけないんじゃないかなっていうのはすごく私はすごい思ってるんですよね。特にこの間に、うん、日々なんとなく、うん、なんとなく流れてった、忙しくてなんとなく流れてったところが、忙しいがもう言い訳がにならない、この1ヶ月2ヶ月だったじゃないですか。だから何にも何一つも自分に対して言い訳がこの状況の中でなるかっていうのは、で今もない人がいるんだと、でちょっと向き合うってことを
としてるなってちょっと。あら聞こえますか？私がね聞こえてないね。あ、花咲さん聞こえてますよ。私聞こえてる？ごめんちょっと声聞こえてますよ、ちゃんと。美香さんが。あらら、難しいもんだね。ライブですもんね、録画とかじゃないので。何があってもおかしくないですけどね。多分美香さんももう一回入ってこられる。この子さんとライブの怖さを今回初めて知りました。聞こえてます。なんかでもごめん、また暗いかも。あ、素敵な風景で。でも、うん、コロナの状況で本当にごめんちょっとまた。コロナの状況って本当にいろんな人の、まあ、環境とか気持ちに打撃を与えてるとは思うんですけど、うん、なんかでもあの気になったり不安だったりっていうことを私はあの無理して消さなくていいんじゃないかなって思う。と思う。私もそう思うんですよ。もうこの時に向き合う、うん、で克服していく。うん、あ、美香さんお帰りなさい。すいません。ごめんなさい。このコロナの状況の不安とか気にすることとか、もうなんか消す、なんか気にしない方がいいよとか、うん、そういうのはもうやめようっていう、その、なんか私もちょっと時々クライアントにも言うんですけど、すごい気になって気になってって、もうすごい心配でしょうがないんです、気になってっておっしゃる方は、じゃあ気にしようっていう、とことん気にしようっていう、その気にしない気にしないと思うと気になるので気にしてみるっていう、うん、子供もそうなんですけど、ぐちゃぐちゃいろいろ言ってて、あーって言っても、もうとことん気にしたらいいって、もう気にするだけ気にして、うん、気にしてみてっていう、うん、で人ってこう気にしていいって言われると思って なるんですよ、ね、気にするなするなと思うから気になるっていう、うん、だから今だからこそ気になることはとことん気にしてみようっていう、不安なことはとことん不安だなって思ってみるっていうのもいいと思うんです、うん、なんか誰もダメって言ってないし、でたくさんの女性と話すと、これって誰かに言われました、そうしなさいってって必ず聞くんですけど、そうすると誰も言ってないんですけど、うん、自分で決めてる方が多いです。誰にもそんなこと言われてないので、やらなきゃって自分が思ってる人が多いので、あ、誰も言ってないなら、じゃあやめますみたいなことはよく言うんですけど、結構そのスタートが両親だったりする。まあそうですよね。母親とか父親とか小さい頃からこうやってきたのが自分に残っていて自分の決まりになってるんですけど、うん、それを自分を苦しめてたりすることもあるので、うん、あのなんか一回この時期だからこそこう気にしてみる、不安になってみる、わーいみたいなのはありだと思いますね。なんか、うん、あの我慢するっていうのを一回取るっていうのはこのコロナ禍ではすごい必要かもしれないですね。そこに自分の強さとか弱さとかいろんなものが見えてくると思うので、うん、いいきっかけにはなると思います。うん、だって戦っていかないと、うん、そう、これからいろんなことが起こるからね。そうなんです。まだ起こりますよね。まだまだ起こる。そうだよね。そう。終わりじゃない。終わりじゃないし。そう。そう。なんか第2波やっぱりだからやっぱり一つ一つね、うん、そうですよね。なんかこうなんだろうな、私その日本海外でそんなにこう長く生活をしたってことが、まあ、3ヶ月ぐらいとかはあっても長く経験したことはないからわからないですけど、私がやっぱりその日本人って強さと弱さはもちろんどの国の方もあると思うんですけど、やっぱりなんていうのかな、あのある意味逃げ悪い言い方をすると逃げ癖というか、目の前にある問題を、要はこんな大きな問題、こんなネガティブな問題っていうものを見ないようにするっていうちょっと人種かなと思っていて、あの何か問題があった時に向き合う癖っていうのが多分全体的に低いのかなと思ってるんですよね。なんでかっていうと、なんていうのかな、例えば政治的な問題もそうだし、こんなことって これ以上悪くならないよね。だからそこでこう自分たちが政治に関わることとか人を選ぶっていうことに対して、やっぱりそこにこの人で本当にいいのかな、じゃあこの人ってどんなことやってるんだろうっていうところまで深掘りしていかないっていうんですかね。
なんか戦わない、他人そう戦わな い, わない他人事っていうのがすごく多くて、それが日本のいいとこだと思うんだけど私、うん、今ごめん自分が海外にいてごめんそう思っちゃうの。だからそれをすごくある意味いい部分と悪い部分っていうのがすごく背中合わせになっていて、うん、太陽でこう光が当たるときにどっちが出てくるかみたいな感じにちょっと近いっていうか、基本的な部分は別に悪いことじゃないんですよ。人にやっぱり気を使うとか人を見ながらとかいろんなことがあるけれども、でもこれからの時代ってもしかしたらもう少し問題をなんていうのかな、旗を上げろってことではなくて、きちっと問題があるっていうことをきちっと明確に自分の中で持つっていう勇気みたいなものはちょっとあってもいいのかなって、やっぱ人事っていう感じにちょっと近い感じがあるんですよね。みかちゃん全然聞こえるわず、さだみかちゃんの声。あ、聞こえます。あ、今度ごめんなさい、今度さっきが聞こえなかった、今聞こえます、はい、はっきり。すいません、なんかね Wi-Fi のいろんな環境が私だって、うん、聞こえる？聞こえます、今聞こえた、今ごめんなさい、さっきまで、うん、さっきまで聞こえなかった。そうそう、だからなんかなんていうのか、少し問題をがもし起きた時に自分の中で、私ちょっと昨日もなんか話したんですけど、目的を自分の中で何を目的意識を持って、そこに要は、カーナビゲーションでいう、どこどこに自分が行くっていうナビゲーションを組んでしまえば、どのルートを通るかって、近道がいいのか遠回りがいいのか高速道路を通るのがいいのかっていうのは、ナビがやっぱりそこに目的を設定してしまえば、そこにきちっと届けてくれる何かは人生ってあると思うんですけど、うん、でそこの時にもし神様がいるんだとしたら、すごい茨の道をわざわざ通ってその目的地に行くってなった場合は、もうそれを通ることでここが一層輝くし、この目標がきちっと設定されるよっていうルートだとしたら、それを受け入れていくっていうことってすごい重要なのかなと思ってたんですよ、うんうん、途中で病気になるとかね、じゃあ途中で例えば人間関係がこういろいろ不審になるとかっていう、多分人って生きていけばすごくこう、例えば子供が生まれてものすごい何とも言えない豊かさを経験するけど、例えばじゃあいろいろパートナーとうまくいかなくなることもあったりとか、自分がなんかちょっと、病気になるとか怪我をするみたいなことって、もしかしたらここに着くためのその通過点として、例えばじゃあどっかの、サービスエリアに寄るぐらいの感覚で捉えられると、なんかもっとその向き合うってことに対して、問題に対してのね、向き合うってことに対してもう少し気が楽になるんじゃないかなと思ってはいるんですよね。だからそこで多分人がヘルプされたりとか、ね、例えばじゃああずささんの仕事で言うと、すごく迷いが出た時に唯一香りって自分の迷うことなく自分が何をしたいってことを感じる前に本能が感じるんですよね。香りって阻むものがなくて、もう直接行くのが唯一嗅覚なので、うん、そのすごい正直な感覚で、うんうんうん、まあ、最も研究が遅れてはいるんですけど、うんうんうん、そうか、研究が遅れてるんだね。あ、もう嗅覚の研究、目に見えないものなので、すごい、例えばエメラルドの価値をデータ化してくださいみたいな感じぐらい、やっぱり難しいというか、その見えないものをデータ化するっていう研究の方法は難しいです、うん、たくさん研究を試みられてるんですけど、まだまだ嗅覚はこれから、うんうんうん、なんか、だからうろうろしてた時にね、なんかいろんなこう、うん、なんていうんですか、こうプリミティブじゃないけど、まあ、その時1990年代初めなんだけど、いろんな、ま、うん、村に行っていろんな人に長老とかに会うじゃないですか。その時に、うんうん、ね、あなたにとってその時な大事なものは何ですかっていう質問を結構いろんな人にしてたんですよ、うんうん、そしたら結構な割合で長老の方に花って言われました。へえ、そうなんだ。そう、なんか未だにその言葉ってなんか自分の中に残って、確かに嗅覚でいろんなことを感じてる。うん。うん。そう。視覚とか耳ってシャットダウンしてるところがあるのかなと思う。うんうんうん。嗅覚一番直接的にここになんか働くっていうのは。うん、今回とかあずさんお話するのが楽しみだったんです、そこが嗅覚の話、うん、ね、それで赤ちゃんとしてこの世に生を受けて、外に外界に出てきた時に発達まずしてるのが、まず嗅覚と触れられる触覚だけなので、うん、目は見えなくて耳も聞こえないので、うんうん、ただ
母乳を出してる時に違うお母さんの母乳だっていうふうには赤ちゃんはもう判断できる状態に嗅覚が発達しているので、なので基本的には嗅覚っていうのはすごく原始的な本能的な感覚で、うん、あとまあ年を経て何か嗅覚の疾患がない限りは基本的には残っていく感覚で、触れられることも、もう死ぬ直前まで触れられる感覚はなくなることはないと思うんです。なのでその生まれた時と命がなくなる時に残る感覚っていうのはすごい原始的な感覚で、だからこそ原始的すぎてあまりこうあまり取り沙汰されないというか当たり前すぎて、うん、でもほのかさんもみかさんも冷蔵庫開けて絶対いつもクック嗅いでると思うんですよ、物を。私もうすごい嗅覚大事だって子供って本能的な、うん、子供の時の記憶とかも嗅覚多いでしょ。多いですね、うん、だから一番やっぱり子供のね頭皮の香りとかね、一般的に考えるのは無臭で生活するってすごく苦しいことで、無臭がいいわけってしてなくて、ちょっとぐらい臭いとか、うん、匂いが気になる、うん、ちょっとぐらい人の匂いがするぐらいが生きてるっていう本能的なものをちゃんと整えてくれるっていうか、うん、だから無臭の世界っていうのはだんだん全部無臭でって言ってますけど、実はそこもやっぱり何か動物的には反している行為というか、うん、なのでやはり少しぐらいこう匂いが気になってもそれが実は生きてるっていう感じっていうのは確かにあって、うん、ただ臭くなりすぎると菌が蔓延してるってことになるの で、うんうん、で今回コロナの方たちも嗅覚と味覚をなくすっていうのが、まあ、取り沙汰されてますけど、嗅状菌っていうところに打撃を受けるんですけど、うんうん、その本能を殺すところが怖いなと思います。あ、なんかそこの同じ場所がやられるのって認知症のアルツハイマーの時とか糖尿病の時とかパーキンソン病の時って、その疾患を受けた時って同じ場所をちょっと打撃受けるんですけど、うん、コロナはそういった意味で言うと結構今回の症状っていうのはそこにその影響を与えてるっていうことになるので、うんうん、いろんなメッセージがあるんだろうなって。アブーズ、フロアンビル、あ、カデカデにアダディカと思いますね。だから、まあ、ごめん、さやでイトミーティング。いろんな気づきがあるかなとは思うんですけど、まあ、全然また勉強しなきゃいけないこともね、情報もあると思うんですけど、うんうん、まあ、といろんな状況下で、また新しい学びがちょっと増えてきてます、ね。ただ本能的なものだってことは、皆さんにも理解しながら日常にある香りを嗅いでほしいなと思います。うんうんうん、でも、その、なんか、例えばほのかさんみたいにね、ただあずささんとかみたいに、うん、要はその自分がいろいろ選択して今があるじゃないですか、うん、自分がどうある、どうありたいか、自分がどうしたいかっていうことにやっぱり正直に生きてこれてる人も人だとは思うんですけど、ただ今ね世の中の人って自分が、まあ例えば私がよく質問を受けることって、何を着ていいのかがわからないって、何を食べていいか、何が食べたいと思うかわからないって、要は自分を失い始めてる方もすごく多くって、だから多分いいのよ、自分の好きなように生きればいいのよって言っても、その自分の好きがすごくわからないっていう人もなんかすごく多くって、私だからそういう人たちって、じゃあ どのきっかけを持ってどういう話をしたらなんか、あ、分かった、この感じかなっていうのがまたこう自分の中で生まれてくれるのかなと思うと、私 それをすごく考えてるんですけど、どうしたらその自分の中を、自分を取り戻すというか、自分の好きっていうものがこの感じかな、あ、食べたいってこういうことかなっていうふうにチョイスしていけるのかなと思って、ちょっとお二人にもどうしたらというか、どういうチョイス、どこに自分をフォーカスするとそれってやりやすくなるのかなと思って、ちょっと聞いてみたいなと思ってたんですけど、どうですか。すっごい難しいことだと思うんですよね、けどね。どうですか、あずささん。私ごめん、なんか、うん、もうチョイスも何も好きなことしか、うん、とか自分やりたいことしかできない、うん、からなんか答えになってるか、だからさっきのほんと謙虚すぎず、エゴ、うん、だからエゴと、うんうん、私はいつも好きなことしか、好きなものしか食べれないし、うん、好きな音楽しか、あまりこう
もう本当自分の思うがままに言っちゃってるんで、うんうん、逆にどうやったら、うん、その好きなことが見つからないのかが、うん、好きなことをすることでも好きなことをやり続けるといつも誰かとのこう摩擦が生じちゃうんで、うん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 、そこの折り合いの方が私はいつもなんか悩むところだから、ちょっと私には難しいかな、うん、その、うん、うん、でもなんかこう、うん、自分が選ぶことに対してワクワクする感じっていう感じですかね、うん、なんかこうこっちに進む、例えばじゃあジュエリーエメラルドの道に進もうとか作りたいって、例えばあ、うん、なんでバリ島に住んでるかって話してしました？してないと思う。そう、それも、うん、一つの選択じゃないですか。でもだから必然的にそれはほら子供産んで、うん、ニューヨークで産んで、そこで本当マンハッタのアパートの一室だったから、子育て、うん、上の子が6ヶ月まで、もう本当に子供を洗濯機に入れて回す母親の気持ちが、虐待する気持ちはよくわかりました、うん、はい、でやっぱりバリに来たらもう本当に子供に優しい島じゃないですか。あ、じゃあもうバリに住もうっていう、そういう私いつも生き方しちゃってあるんで、うん、そう、そう、だからそう、でもそれがすごく、うん、多分なんだろう、自分があってその一瞬に感じたことをすごい大事にしていて、その先、うん、じゃあどうやって住もうかとか、どうやって、うん、じゃあ例えばどうやってっていうことじゃないんですよね。もういざ自分がパンと思ったらそれでもう行動するっていう、そのなんていうスピーディーさみたいな、悩んでる暇がないみたいな、なんか人の迷惑とかないもん、うんうん、そんなのもなんか、うん、でもそれが対、私いつも思うんですけど、それで周りにいる人が結果幸せになることってすごく多いなと思っていて、例えばご主人がねニューヨークでバリバリこうお仕事されてて、奥さんだけちょっとバリ島、ご両親がねバリ島にいるっていうのでお子様連れてバリ島に行った瞬間に、あ、もう私ニューヨーク帰れない、で旦那さんはどうするのって話になるじゃないですか、よくよく考えてくるとね。で旦那さんにバリ島に来るか離婚するかどっちかねって、あなたが選択、あなたのチョイスよろしくみたいな。で旦那さんはいろんなあのものを捨ててというかやめてバリ島で一緒に住むことを彼は決心をして、ほのかのおかげでものすごく幸せな今自分がいるっていうのを旦那さんに言われたことがあるっていうのをバリ島に行った時に聞いてね、あ、やっぱり自分がに誠実であることって結果人を豊かにすることもやっぱりあるんだなっていうのを私すごく感じたんですよね、バリ島行った時。あ、そう、うん、そう言ってくれると嬉しいけど、うん、だからでまたねバリ島のそのウブドっていう町が自分の子じゃなくても自分の子のように子供は宝物であるっていう、あのものすごく特別なものとして当たり前のようにしてくれるんですよ。だからあれもまたすごく愛だしラブだし、なんかすごいな、なんか昔の日本もこんな感じだったよな、おばあちゃんたちの世代のみんなで面倒を見るっていうか、これからやっぱりこれからの日本もね、いろいろなんかこう生活の中で困窮していく中でみんなで育てることって本当にしてもいいんだろうなって、できる人がやるというか手助けをしながら、まあ、シングルマザーの方もたくさんいるし、助けをきちっと求めるっていうこととそれに対して差し出せる手はいくつでもなんか差し出してあげるっていうのは私ほのかさんのお家に行ってすごい感じだなと思っていて、うんうんうん、そうですね、そうそう、私が母親じゃなくても子供たちは絶対行って受けるっていう環境なんで、うん、こんな母親いたら最悪でしょ。いやでもすごい子供たちはスーパー幸せそうに育ってるから、だからなんだろうな、自分の選択って、まあ、ほのかさんはもう直感で生きてるからそういうなんかこう直結しながら前に進んでるっていうのが、うん、周りの迷惑とか、例えばもしかしたらその自分のチョイスで自分で責任が取れることは自分でやっぱり進めていくっていうのはなんかありなのかなって私ちょっと思いましたね。うん、うん、もう本当に私でもそうやって考え、あずさんどうですか。うん、あずさんの聞きたい。ねえ、うんうんうん。自分らしさとか自分に合ってるものっていうのを
こう考えるときってこう今の私たちって今ここ 1,2 年で決してできてるものではなくて、うん、まあ、ちっちゃい頃からの一番ちっちゃい頃の記憶って何歳にありますかっていうと、例えば5歳の人もいれば、どうですか美香さん、一番ちっちゃい記憶って何歳、いくつぐらいかな。いやでも 4,5 歳かな、あの、ね、うんうん、4,5 歳ですよね。私もあの、うん、4,5 歳の時にもう鮮明に覚えてるのが、マンションのベランダに立ってパイナップルの柄のついたワンピースっていう自分っていうのをすごく覚えてて、そればっかり鮮明に覚えてるんですけど、まあそういうそのちっちゃい頃から 4,5 歳の記憶から今があって、で私あの迷ってる方って一回何でもいいから紙に、小学校に入って中学校に入って高校に入って、例えば専門学校行ったり大学行ったり留学したりっていろいろあると思うんですけど、皆さん選択をしてきてるはずなんですよね、うんうん、で全部親に言われて全てやってきたっていう人ばかりではなくて、自分の意思で選択してきた人と、あとは、うん、いいかどうかはわからないけど、なんか強いられてるな、やらされてるなっていう感覚があったとしても、それも一つは必然でやってきたこととして今自分に残ってるじゃないですか、うんうん、でそれが良し悪しで判断するんではなくて、何で選択してきたのかっていうのを書いてみると、結構もうそれだけでも自分がもしこの選択をしてなかったら今こうなってるかなとかって見ていくと、うん、ならないんですよ。それが今が自分の自分の選択じゃないですか、うん、だから良し悪しで見るんではなくて、自分が選択してきた軌跡を見てくると、うん、その段階段階で自分がどう選択したかを冷静に見ると、自分らしさがどういうふうにこう渦巻いてるかっていうか、で実はその私は青色がすごい好きなんだとか、赤がめちゃくちゃ好きだって絶対きっかけがあるはずなんですよね、うん、で今の自分だけ考えると迷って整頓できなくって迷うことがあるんですけど、一回自分の人生っていうかの転機になったことを書いてみると、自分らしさってどこら辺から作られてるかっていうと、言いたいことが言えない自分も自分らしさだし、言いたいことを言い過ぎてきた自分とか、うん、人を傷つけてきた自分も自分らしさだし、まあ私もそうですけど、臆病な自分っていうのはもう小学校ぐらいから作られていて、それは今なくなってるかっていうと、なくなってない中で、うん、じゃあなんでこう青が好きなんだろう、何が好きなんだろうっていうのは、あの時に見た美術に影響を受けてるとか、お母さんが着てたあの色に影響を受けてるとか、うん、お父さんが持ってたこれの色がすごい鮮明にあるとか、ミカさんのスタイリストをされているのも、バランスがすごくこう他の方よりも飛び抜けてセンスがあって、こうスタイリングされてるっていうのも絶対きっかけがあると思うんですよね。そこって実は学んだってこともそうなんですけど、そのもともと例えばミカさんのお父さんとお母さんがものすごく影響を与えてる可能性が強くて、なので それがまた子に引き継がれていって、ほのかさんのそのエメラルドの感覚もそうだと思うんですけど、だから、うん、自分らしさとかを見つけるときに、今直近の目の前の自分よりも、うん、自分がどういう人だったかっていうのをそろそろこう40代に入ってきたりとかしたりとか、うん、まあ、30代後半から40代50代って過ごすにあたって、うん、まあ、自分の選択ってこうだったなっていう、今自分らしさを見つけられる時だと思うので、私は自分を正当してみるのが自分らしさを見つける近道だと思っていて、うん、そこで選んだ自分らしさは揺るがないんだと思います。もう、うん、あの人に言われたりとか環境に左右されないって、だからほのかさんが今言ったバリに住んでるっていうのは必然的にもうそうなってて、もともとほのかさんがそうなるべくして、うん、もう今ニューヨークからバリにいますっていう、それはもう道筋としてきっとほのかさんがもうあった描かれていた将来で、そこにちゃんと判断をつけてきてるっていうのが、ちょっと待ってね、ほのかさんがやりたいことをやるってことにつながってると思うんですけど、でもそれってもしかしたら本当に必然だったような気がしてて、うん、だから美香さんのその、私美香さんがあのインスタにこのライブをアップする時のあの写真にちょっと色をつけてアップされたのを見た時に、普通にアップしたらやっぱりこうただの白バッグなんだけど、うんうん、美香さんのアップしてるやつは一手間ちゃんと加えてあって、素敵だなって、違いだよなってやっぱり思ったんですよ。だからああいうセンスとかああいうのって自分で後から見た時に、わなんかすっごいなんかうわなんかこう美香さんのすごい素敵だなって思って、やっぱりああいうセンスとかも多分、うん、なんだろう、もうできてるものなので真似できないっていうか、
もうなんか真似するようなものじゃないっていうか、だからそれを作ってくれたのが、どのタイミングとか誰なんだろうみたいなのが分かると、へえ、なんかすごいその今の話、確かに、ね、面白いですよね。しなきゃ。ねえ、そうですね、うん、私もやらなきゃ。やらなきゃ。ほのかさんを作ったのは誰なんだろうって、それは会社なのか、お父さん、お母さんなのか、それとも環境なのか、ちょっと興味深いというか、うん、そのほのかさんを作ったのが、一体何だったのかなって。うん、なんか今の話すごくドキドキしました、あずささん。ありがとうございます。うん、あ、いえいえ、ドキドキした。本当、やります、今日早速。ね、なんか私もやろう。うん、なんか付き合ってきた人の系統とかもそれで書き出していくと、うん、なんかどうなんだろうとか、なんかその、うん、なんだろう、傷つけてしまった人もいるし、傷つけられたこともあると思うんですけど、うん、それによって成長してきた自分が今いて、なんか全部必然だと思うんです。全部必然なんですよね。それはもう間違いなく分かるんだけど、でもやっぱりブレる自分がいて、うん、でまた戻ってるはずなんです。そのブレる前の自分にまた戻って、うん、何回もブレて戻ってブレて戻ってで幅がこう広がってるっていうのが実際だと思う。根本は変えられないんですよね、うん、その根本っていうのは、うん、成長する段階でマインドの中ではほとんど変わることがない。本当にもうすごい打撃っていうか、もう人生が変わるほどの打撃って全員に起こるわけではないと思うんですけど、なのでつい最近作られたものではなくて、打撃を受けながら変わっていく方もいるんですけど、それでもやっぱり根本はお父さんお母さんだったりします。そういう打撃をあずささん自体は経験したことがあるんですか？人生における打撃はありましたか？いやもしかすると、その小さい頃感じてきたいろんな環境もあるでしょうし、経験してきたこともちょっとずつの打撃にはなってると思いますけど、うん、でも社会的な打撃、大人になってから会社をこういうふうに経営するようになったりとか、仕事をするようになってから、ああ自分が見てたよりも社会っていうのは厳しい。要は例えば大変な時に銀行ってすぐお金貸してくれなかったりするんですけど、うん、なんかこうすぐそっぽ向かれる感じとか、例えばちょっと何か、うん、仕事が難しくなるといなくなってしまう人とか、うんうん、そういう人の心の裏表みたいなのを目の当たりにするきっかけは何回か今まで20年間の中で、うん、いや仕事してるとそうですよね、事業してると。で、そこの部分はある意味自分のこう仕事の価値観を変えた部分というか、なんかこう、うん、世の中はその平等に成り立ってないっていうところがちょっとショックを受けたというか、もう少しこういろんな均等さがあるのかなとは思ってた部分があって、それをちょっと学んで初めて分かった。うんたこともあったりとか、ただでも今でも信じてるのは、人しか人をケアできないと思っていて、なんか物とか何かこう、うん、じゃなくて、人を助けられるのは人しかいないと思っているので、そこをなくさずにやっていけたら本当に、でその一人でちっちゃい一人であればいいかなと思って仕事はしてるんですけど、なんか平等って難しいテーマだな、うん、平等は難しいテーマ、もう本当ですよね、うんうん、だからなんか、うん、平等っていうことは全てに難しいとしても、平等のために力を携えて頑張ってる人もたくさんいらっしゃって、私本当尊敬、そういう方本当尊敬しますけど、だから傷ついたり苦しかったりいろんな経験の中で今の自分を作ってる根本が何かって思うと結構面白かったりとかするんで、うん、皆さんにやってほしい。そうですね、その根本知るのにはもうそこをスタートで、うん、書き出すって一番自分が分かるきっかけに、簡単にね、こう、うん、ペンと紙があればいいから。なんか人生を変えるほどの出来事とか、うん、例えば相手の方とか、いろんなことのきっかけがあって今がある方は、本当にラッキーだと思います。なんか、それぐらいこの人によって変わった、この人によって私の人生が、私自身が成り立ってるんだって言える方っていうのは素晴らしいというか、本当にラッキーな方で、そうじゃない方の方が多いと思うので、うん、なんかだから自分らしさを見失ってしまうと思うんですね。
だけど、うん、自分はここにいるので、うん、その自分にまず向き合うっていうのは、美香さん言ってたみたいに自分に向き合うっていうのはそういう意味で大事なんだと思うので、うん、ぜひこのコロナを、うん、きっかけに、その今の自分らしさが本当はどこから来てるのかっていうところの根本を見るのは面白いかもしれない。それで食べ物が変わったり、うん、だっておばあちゃんが作ってくれてたこれがもう本当は好きだったのにずっと封印してたみたいな人もいると思うので、そこに戻ったらいいんですよね。うん、戻るにはやっぱり自分のことを知らないと戻れないと、うんうん、そうですね、うん、と思います。なんかおばあちゃんがずっとにりんごを食べてて、ずっとなんでりんごを煮るんだって思ってた自分が今にりんご好きだったりするんで、でもそういうもんじゃないかなって思うんですけど、うん、だから若い時ってそれに気づかないっていうか、うん、新しいものばっかりを取り入れるエネルギーなんですけど、うん、年齢を経るとあの時のみたいなのの価値がやっと分かってくるっていうか、うん、なんかそういうきっかけ、人との人との触れ合いとか匂いとか、臭いんだけどこの匂いに安心するみたいなのもあると思うんで、うん、そういうのもなんかこうそういう意味でフリーになってほしいなと思いますけど。いやすごい大事ですよね、うん、多分なんか自分の奥底に眠ってる引き出しの中の自分の中のインプットされてきたものだったりっていうものを一回整理するっていう意味でアウトプットして、で新たに自分のきちっと整理箱を一回整理をして、で新しいものをインプットするっていう作業がもしかしたら今すごいいい時期かもしれないですよね、うん、誰かに話してみるのもいいかもしれない、うん、子供でもいいと思うんですよ、うん、子供を座らせて、ママね、うん、みたいな、なんかそれで子供は分かんないと聞いてくるじゃないですか。それでまた整頓されるので、うんうん、なんかそういうのも面白いかもしれませんし、まあうんね、彼氏、旦那様、パートナー、誰でもいいんですけど、その聞いてくれる方がいたら、自分で言葉で言って言葉で言うと整理が頭でできるので、うん、それも文字に書くか、話してみるか、あと、例えば録音してみて自分で聞いてみるとか、うん、なんかいろいろあると思うんですけど、うんうん、声のこう楽しいことの思い出のお話してると声のトーンが変わったりとか、うん、なんかこういろんな自分に気づけると面白いのかなと思うんですけど、うんうんうん、いい方法ですよね、はい、うんうん、だからやっぱりこうインプットが先じゃなくてアウトプットを先にして、うん、その後インプットするっていう順番に変えるだけでも全然違いますよね。でその後に読む本が変わると思う。自分が整頓された後に選択する本のタイトルが変わったり、なんか興味が出るものが変わったりする。想像つく、それ、うんうん、想像つきます、うん、そういう意味でも一回自分を整理してみると今度インプットするものも変わると思うのでおすすめです。いわゆるあれですよね、カウンセリングですよ。自己、聞こえますか？聞こえるかな？そうです、そうです。だから自分の整頓、うんうんうん、自分を整頓しないままにハウツー本ばっかり読んでても入らないんですよ。なので自分を整頓、聞こえるかな、自分を整頓してみて、そういや、もうまだまだ話せることはたくさんあるんですけど、意外と、まあ、私が途中でいなくなったり、まあ、みんなそれぞれ聞こえなくなったり、いろんな、うん、ハプニングがものすごいハプニング、これ編集はあってそう、ハプニングがある中で実はもう1時間半ぐらいこれで話してるんですけど、はい、そう、すいません、なんかちょっとうち、私の一番、私がこう安定しなきゃいけないところが安定してなくてごめんなさい。見てる方たちも何やってんだろうこの人たちって感じあったと思うんですけど、もうちょっといろいろ改善してまた2回目3回目続けていきたいなと思ってるので、はい、なんていうのかな、自分が私選択することって皆さんも結局そうですけど、自分は自由に選択する権利があるじゃないですか、全てにおいて。だからその自分が自由に選択できるっていうことをどっか意識した状態で、先ほどなんかあずささんが話した書き出してみるとかね、でほのかさんみたいにちょっとした直感を鍛えてみる。なんか私ある人が、あ、ゆうじくんかな、言ってたのが、レストランに入った時にね、いつも悩んでしまう人は自分で3秒ルール5秒ルールって決めて、どんなに迷っても5秒以内に食べるものを決めるっていうことを自分でそう課していくことが、意外とその直感を鍛えるって方法にちょっと近いらしいんですよね。だから本当にほのかさんみたいに、ほのかさんね、本当面白くて、食べたいものがすぐ出るんですよ。あ、何食べたい、
これ食べたいみたいなのが、うん、何3秒もいらないぐらいの人なんですけど、お店とかでも分かる、うん、ここ美味しいとかさ、そうこの野菜いけるとか、うん、もうずっとそんな感じでしたよね。だからそれがやっぱりできない人の方がほとんどだと思うと、うん、ミカちゃん、ほのかさん聞こえます？うん、聞こえる。私、あ、じゃあ私とあずさんはあれですね、つながってる。ミカさんが言う、聞こえてますか？あ、そうだ、聞こえてます。ごめん、ミカちゃん聞こえてない。あ、あ、戻ってきた。うん。はい、東京でもやっぱつながらないんですね。バリの方が意外に安定してる。よかった。うちは光だけの問題でしたね。ライブ通信。でも、きっと締めはミカさんがいないと。そうですね。うん、すいません。すいません。まとめようと思ったんですけど、結局まとまらないまま。でもなんか、あの、皆さんのなんかこう、刺激になってくれるあのトークだったらいいなと思ってるんですけど。はい、本当に。で、これあれかな、ここにリンク、それぞれあの、ほのかさんの、うん、あの、ジュエリーの、こんな思いで作ってますよっていうホームページと、あずささんがあのどういう思いでこういうものを作られてるかっていうものを含めてリンクが貼ってあるのかな、リンクを貼ってあるか、あのそれぞれあの、告知のところにも一緒に多分入ってると思うのでちょっと見てみてください。はい、皆さん私も流します。なのでちょっとぐだっとしてすいませんって感じなんですけど、あのまたちょっと第2回第3回とまたちょっと、はい、あの環境 Wi-Fi の環境私の方が整えてまたちょっとお声掛けさせていただいてもいいですか。まだまだちょっと深掘りして聞きたいこともいろいろ話の中でね、はい、出てきたので、はい、はい、またよろしくお願いします。なんか話したい足りないことないですか？大丈夫ですか？大丈夫です。また機会をください。じゃあちょっとまた改めてお願いしますっていうことで、またあのまたアーカイブも残るのでまたあの見てみてください。はい、ありがとうございました。はい。